野村秀俊は日本の法学者。専門は民事訴訟法。成城大学教授、横浜国立大学教授を経て、専修大学教授。法務省司法試験交際委員、財団法人民事紛総処理、研究基金評議員等を歴任。1973年一橋大学法学部、卒業。 1975年、一橋大学大学院、法学研究科修士課程修了、法学修士。1978年、一橋大学大学院、法学研究科博士課程単位取得大学。指導教官、竹下森生。1983年著書、保全訴訟と法案訴訟で、法学博士。審査員、竹下森生、河合県、吉見清光。 1977年、成城大学法学部助手。1979年度、専任講師。1982年度、助教授。フライブルク大学留学を経て、1989年、成城大学法学部教授。1990年から1991年まで、アレキサンダー・フォン・フンボルト財団給費留学生として、フライブルク大学に留学。 1997年再び、フライブルク大学に留学。2002年横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授。2003年再び、アレキサンダー・フォン・フンボルト財団給費留学生として、フライブルク大学に留学。2009年から、先週大学大学院法務研究科教授を務め、佐野博史教授とともに、同研究科における。 民事訴訟法教育の立て直しにあたった。2013年フライブルク大学に留学。専門は民事訴訟法で2003年から2013年まで法務省司法試験公差委員を務めた。労働省賃金再建の確保に関する研究会委員、財団法人民事紛争処理研究基金評議員、横浜弁護士会長会委員会予備委員等を歴任。 ありがとうございます。